は5ラウンドに入りますが、ここまでまあ前半終わった感じなんですが、具志堅さんはどんな感じですか。そうですね、やっぱりワンポイントぐらい、はい、やや井岡有利、井岡の方が優勢ですね、はい、赤井さんはいかがですか。そんなもんでしょう、はい、ただ後半になって井岡の足が止まらないようにずっとですね、はい、2距離を取って、スピードあるジャブ打つことですね、はい、スタミナはやはりありそうですからね、トンブリフラムがね、第5ラウンドに入っています。左を振るいましたトンブリフラム、世界 WBC のストロー級の王座決定戦です。今日勝った方が初代チャンピオンということになります。井岡弘樹は7月に日本のミニフライ級のチャンピオンになりました。そしてそのチャンピオンを返上して、この世界に的を一本に絞ってやってきました。赤い、トランクス、オレンジ色に映っておりますがトンブリフラム、白いトランクス、赤い線が入っている井岡弘樹、このペースいいでしょう。足使ってですね、距離を取ってスピードでボクシングするの、はいはい、左具志堅さん、井岡はそんなにいいパンチはまだもらってませんよね。もらってませんね、はい、やっぱり最後まで気抜いたらダメですからね、はい、はい、かにも離れてもね、ジャブだけは忘れないでほしいですね、左ね、はい、それでステップをね、後ろに下がらないでサイドにやっぱステップしていくと、はい、相手がやっぱりトンブルフラムは、これが私トンブルフラムのボクシングと思うんですよ、中に入ってじり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 、はい、するタイプと思うんですよ、そうするとやはり井岡は足を使って自分の距離を保つということでしょうかね、はい、私これジャブ一つでも勝てると思うんですよね、はい、井岡のこのコンディション見たら、ジャブだけはこれを忘れないでほしいですね。聞いてる聞いてる。しかし赤井さん、はい、この井岡は本当に度胸がいいですね、この人は。そうですね、バンバン打っていきますからね、右、これはブロックされました。第5ラウンドに入っています。残り30秒を切っています。左じりっと前へ出ますトンブリフラン、本名はプリーチャ・チャムナーンパンといいます。スリップです。第5ラウンドが終了しました。右側の大阪グリーン津田ジムの井岡弘樹です。まだ18歳9ヶ月、日本の最年少世界チャンピオンはファイティング原田さんが昭和37年10月に19歳6ヶ月でフライ級のチャンピオンになりましたが、その記録を破ろうという井岡弘樹、第6ラウンドに入ります。今日はお父さん、お母さん、それから一つ違いのお兄さん、家族がみんな応援に来ております。井岡弘樹、左のフック、そして左のアッパーが得意という井岡です。トンブリフラムは昨日の調印式ではこの6ラウンドにノックアウトするんだと言っておりました。その理由を聞きましたら、なんとなく6ラウンドと浮かんだんだというふうに言っておりました。前に出ますトンブリフラム、一方、はい、ボディを攻め出しましたね。ボディをね、ボディもやっぱり入ってますよ、はい、トンブリフラムの、はい、今左ちょっとお腹のあたりが赤くなってますね、井岡のお腹がね、スークですね、はい、まあ、井岡の足を止めようという作戦に来ているんだと思いますね。あ、なるほどね、
井岡弘樹の方は10ラウンドぐらいに連打で倒したいと言っておりました。右ナッパコンブリフラムです。 WBC の世界ストロー級の2位がコンブリフラム、1位が井岡弘樹。右のストレートも捉えました。効いてる効いてる、はい、脇腹。お願いします、お願いします。チャンス、井岡チャンスです。左右の連打、どこを手にしたコンブリフラム。しかしスタミナは十分あります。効いてますよ、はい、効いてますね、しかし具志堅さん、タフですねこの人はね、トンビフラムはね、タフですね、はい、今まともに右のストレートを振りましたですね、あと右、右のフック、大きなフックでしたがちょっと顔面を捉えました、トンビフラム。今のトンビフラムの右のフックは注意した方がいいですね、はい、おナイス。さあ右がタフ、聞いています。右を返します、トンブリフラム。タフですよ、はい、打たれても打たれても前に出てきますトンブリフラム。しかし赤井さん、ちょっとなんか足にきてるような感じですね。聞いてます、聞いてます、はい、おし、左、右ストレート、ここでゴングです。第6ラウンドを終了しました。非常にいいチャンスをつかみました、グリーンスタジアムの井岡弘樹。右のストレート、ラウンド7、かなり具志堅さん足に来てましたからね。そうですね、はい、あともうこのワンツースリーフォーでいいんじゃないですかね、はい、ワンツーで、はい、さあ第7ラウンドに入ります。かなり疲れてますからね、井岡、このラウンドスパートした方がいいですよ、はい、今日がプロ9戦目です。昭和61年の1月の23日にデビューしました井岡弘樹です。ジョーノさん、はい、トンブリフラムコーナーですが、はい、ビブラットマネージャーはスタミナはもうまだあるから大丈夫だと、で出ている指示ですけれども、ね、ボディをどんどん打っていけと、それからフットワークが悪くならないように、こういう指示が出てますね、はい、トンブリフラム側、森本アナウンサーです。放送席、ジョーノさん、はい、赤コーナー、イオカファイルですがね、須田会長によりますと、いいのが当たったら GO だと、はい、でこのラウンドをイオカを送り出す前に、エディ・タウンゼントレーナーから、世界チャンピオンよ、頑張るのよと声が飛びました、はい、あ、いいですね、今の激励は、はい、そうですね、はい、そういうボクシングセンスといいますかね、一発いいのが当たってチャンスをつかんだ、はい、これをつかむ、その天才的なものを持ってますからね、イオカはね。そうですね、はい、また反射神経もいいですね、はい、あの動きがやっぱりちょっとまた判断力ですよね、非常に赤井さん、井岡は目がいいということをね、言われますけどね、だからか、左フックは得意です、井岡。第7ラウンドに入っています。 WBC 世界ストロー級王座決定戦12ラウンドです。今日のこの試合の解説は元ジュニアフライ級の世界チャンピオン具志堅用高さん、そしてマニアのロッキーと言われました赤井秀和さん、お二人です。実はこのジャブからのストレートね、ジャブからのストレート、はい、このやっぱりたくさん出してるんですね、はい、よくは第6ラウンドにはかなりいいチャンスをつかみました井岡。もう一つはよくは自分の距離をまず考えるということですね、はい、自分の距離感のワンツーですね、ところが深いですからね、はい、それやっぱりあの相手に、まあ、接近に来ないようにね、フットワークからこのワンツーでね、はい、自分の距離感のパンチを打つということがやっぱり大事ですね。今やっぱり完全に今よくの距離なんですけどね、それでいいんですよね、このワンツースリーでね、もう一つこのスリーフォーまで行ってほしいんですけどね、
第7ラウンドが終わりました。今日勝ちますと世界ストロー級の初代チャンピオンになりますが、その勝ったチャンピオンは今ご覧いただいておりますこの人、韓国のミニフライ級のチャンピオンでありますイー選手と対戦することになっております。強そうな顔してます ね韓国は強いですからね。そうですね。さあ第8ラウンドに入ります。8ラウンド、9ラウンド、10ラウンド、11ラウンド、12ラウンドと残り5ラウンドです。6ラウンドにかなりチャンスをつかみました。いいパンチを見舞いました白いトランクスの井岡弘樹。私はやっぱり10回までね、はい、この井岡君が倒さないとね、またこの残り11、12で判定になる恐れがあるんですよね、はい、私は今が一番この6、7、8がね、チャンスと思うんですよね、はい、倒す。だからもうスパーっていうかもう出て行ってもいいんじゃないですかね、もうこの辺で、はい、赤井さん、まあ、その辺は井岡選手も十分に、まあ、試合前は分かっていて、10ラウンドぐらいにスカッとして内容で勝ちたいんだと言ってましたけどね、いいパンチ当たりました、はい、10ラウンドぐらいに KO したいと言っていた井岡。しかしワンツーを返しましたトンブリフラン。トンブルフラムはあの回復もなんか早いって感じしますね、はい、ちょっと右が当たりましたトンブルフラム。右当たった、右左大きいだ。さあ井岡チャンスです。左ジャブ試合は第8ラウンドに入っています。しかし打たれてもひるみません。トンブリフラン。タフですね。はい。ワンツー。いいワンツーが入りますけどね。あの後ですね。スリーフォーって。はい。行けばいいんですけどね、はい、ワンツーで止まってるんですよね。それでそれから自分からまた下がって左の目尻を切っておりましたがその血は止まりました。トンブリフラムです。オレンジ色のトランクス左。まだ18歳、とにかくデビューして今日が9戦目、過去8戦8勝。負けた時はボクシングをやめる時と言っておりました井岡。世界チャンピオンになって何回も何回も防衛するまでボクシング一筋と誓っております。トンブルファーム頭引くの気をつけた方がいいですね。はい、第8ラウンドが終了しました。